ねえねえご主人、今日一緒に寝ませんか？ごめん、僕一人じゃないと寝れなくて。ああ、また僕になってますよご主人。ははは、そうだね、気をつけないとね。それじゃあ寝る。さらば。ごめんよ、僕は修羅場を考えると恐ろしくて恐ろしくて。僕のヘタレ、死ね。真摯ですねご主人。ねえ、メリアとセッカに聞きたいことがあるんだけど。どうしたんですか、ご主人。主になった途端、私たちのスリーサイズでも聞くつもり。興味ないよ。なんで興味ないのよ。そんなことじゃなくてさ、俺が精神崩壊してる時にさ、話してたよね。ご主人のご主人に申し訳ないとか、パトのパトに人権はないとか、ハーフ。他にもいっぱい頭撫でられたり、いろいろされたわけなんだけど、そうねえ、ボディチェックは必要だよね。ねえ、メリアちゃん。そうですね、専属品である以上、ご主人の健康チェックは大事なお仕事です。それで本音は、変わりたかった。欲求を満たしたかった。欲望に素直でよろしい。怒ってます、ご主人。いや、あれが普通なら受け入れないといけないのかなーって。普通、ではないわね、多分。そっか。つまりこいつら、ただただ俺の体触ってただけか。どうしたの、パト。いや、なんでもないよ。もうしませんから許してください。ねえ。わかったよ。嬉しいやら、悲しいやら。荷物はとりあえずこんなものかな。現実世界は今は荒れてるって聞くし、忘れ物したら大変そうだ。大事なもの？忘れてるわよ。と、くるくるくる。したーん。何か忘れてたっけ？わ、た、し、お。忘れてるわよ。かわいすぎだろ。やばいもの見てしまった。まさかあそこまでアネゴが変わってしまうとは。パトの兄貴、恐るべし。ねえ、なんでこうなるの？お母さんが気を利かしてくれたみたいね。私はこれで大満足ですよ。くっそ。とうとう寝る時まで一人の時間がなくなったか。いい加減そのぼっち根性直しなさいよ。うるさいあい。寝よう、寝さえすればいいんだ。ふふ、ご主人が寝たら思う存分楽しみましょう。早く寝ないかな。じー。寝れるかボケー。これがセッカが幻想郷で飼っていたペットか。このお方がアネゴの母君。案外普通をね。あなたたち、しないと思うけど、悪さしたら消し済みになるからね。消し済み、この遠慮のない鬼畜。間違いなくアネゴの母君。俺、なんかゾクゾクしてきたんを。俺は仲間を呼ばないとな。あいつらもきっと喜ぶぞ。ハードな旅になるぜ。なんでこんなもの飾るのかしら。なんでメリアが倒れてるの？話したいけど、それどころじゃないよ。痛いよ。メリアはいつも私たちより強くて。ねえ、かつてに殺してない。ハンデなんかものともしない華麗な技でみんなを出し抜いてきたじゃない。そうかは嬉しいけど私をかつてに殺さないで。なんで、本当、なんででしょうね。おい、もういい加減俺たちの都合にも合わせてくれないか。やだよ、絶対にここから動かない。そんなに嫌か。絶対に嫌。ほら、ならいつも通り、これでいいんだろ。それそれ、私それしか食べる気しないんだよね。うまうまー。わたがし。これなら文句を言わずに食べる。よく体調を崩さないもんだ。右に行ってから次のルートが全くわからない。というか、
3人とも壁の穴を通っていったんだからそっち通ればよかったな。戻る道わからなくなりましたね。先に進みましょうか。こっちだといいんですけどね。悲しさとうまい発揮しなかったのは致命傷でしたね。所詮はガキだな。アニメさえあれば夢中になって見てやがる。どうだ、そのアニメ面白いだろ。なんとの剣っていうアニメなんだぜ。うん、これ、すっごく面白い。そうか、そうか、なら全作品また持ってきてやるから今日はそれでも見て時間を潰してな。ねえねえ、頭骨もこのアニメみたいな髪型やってみてよ。嫌だね、そんなセンスのかけらもない髪型誰がやるかっつーの。むー、じゃあ勝手にしちゃうもん。バカ、よせ、こちら。アニメの中の人は色が地味だったから私は派手に行くよ。今すぐ出せ。そや。おい、これどうなってんだ。ってなんだこりゃー。なんでよりにもよってザコキャラの髪型なんだよ。これじゃあまるでパーリナイヘッドじゃないか。ブゴー、待って、これはすごくいいや、傑作だ。どうでもいいから直せ。せっち？あ、壁から七色の髪が生えてる。俺もうやだこの子を。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。